し。はい、お疲れ様です。仕事が終わりました。今日は気温6度、今5時14分です。うー、寒かったね。今日も腰痛2日目ですけど、はい、寒い中やってきました。朝なんかね、豊坂に行って、そう、これ一応東広島市になるんかいね、豊坂って。ここでももう寒いんですよ、やっぱり。で、行きがけの田んぼとか畑に雪が残ってました。はい、よいしょ、巻き込み確認、よし、前も笑い。いや、ほんとね、やっぱ空気が違いますね、あっちの方はビヤッとして。そう、西条まで高速乗って、そこから375でずっこらずっこら走っていったんですけど、まあ途中はあの黒坊屋さんを右手に見ながら通過して、そう、あれ何時頃だったかな、10時過ぎぐらいにね、通っていきましたけど、黒坊屋さん電気がついて、なんか多分支度されてましたかね、そんな感じでしたけどね。はい、早く、ね、食べに行きたいんですけどね、とんかつ定食、はい、黒坊屋さんに食べに行きたいんですけども、はい、ね、右手に見ながら通過して、でだん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 そこからもうその先はもう田んぼ畑ばっかりですよ。まあ民家もありますけど、うん、ところどころ雪が残ってました、はい、そう。ほんで引き上げで行ったんですけど、引き上げに行ってね、現場にねコンテナがなかったんですよ。そうで、ってなって、で会社で確認してもらったら、そう、その先の方にねもう一個現場があって、新しいそっちの方があの引き上げだったみたいで、そうそうびっくりしましたよね、本当ね。よくあるんですよ。よーし、あの引き上げに行ったらもうコンテナがないとかね、よくたまにあるんですよ、やっぱり手違いで。そう、お客さんの注文ミスとかで、そうそう、結構あるんです、うん、まあそんな感じで豊坂行ったりしてね。で、まあ、最後夕方さっき手摘みしてきたんですけど、肘山の方で手摘みしに行って、そう、普段はねそこガラケーがあんまりないんですけど、あ、ガラケーってあのパカパカ携帯じゃないですよ、あのガラ系統のゴミがないっていうことですよ、ガラケーがないんですけど、今日に限って結構土のうに入ったガラがね、どんぐらいかな、 0.7 ぐらいあったかな、うん、まあ一番手前に置いてあったんで積みやすいとこから良かったんですけど、もうこう一気に下げるんじゃなくて、こうちょんと持って片手 でポンと上げて下げて、その反動を使ってグッと上げるみたいなわかります？土のうの先っちょつまんでグッと浮かさずにグッとちょっと上げて下げて、その反動でブンと上げるというそう、まあ大体1袋12、3キロかな、うん、12、3キロ平均で柄が入ってまして、まあそういったものを積んで、あとはまあ上に段ボールとか軽いものを積んで一車にして入れたんですけど、いやいやいや、こういう時に限ってね、やっぱりあるんですよね。まあ本当、寒さもあってやっぱり来たんですよ。あの皆さんも仕事、体を動かす前は本当、あの特に腰とか、あと足首とか筋も伸ばして腰回したりしてね、あのクキッといかないようにお気をつけください。本当気をつけ遊ばせですよ、うん、あの病院へ行った方がいいですよとかね、あとコルセット巻いてくださいねって、本当ねたくさんの優しいコメントを昨日いただきましたけど、本当ね僕素直じゃないんで、病院も行きませんしね、そうなんですよ、あの嫌いというんじゃなくて面倒くさいんですよ、行く行為が、病院に行く行為が。病院に行ってもう行った瞬間治るんならいいですけど、帰りに治っとんならいいですけど、治らんじゃないですか、腰痛とか病院に行ったけって。だからもうね、ずっと
自然治癒で 2,3 日我慢して、そうで痛みが引くのを待つ感じですよ僕は。あの、この仕事帰りに病院行くっていうのがもう嫌でね、まずこんなね、まあ冬はまあそうでもないけど、夏場とかいっぱい汗かいた中ね、シャワーも浴びずに病院に行くっていうのは嫌なんですよ僕は、だからもう病院は行きません僕は、はい。でも優しいお言葉ありがとうございました、コメントたくさん、もう僕は行かないっていうね、そういう人間だっていうのを知ってる方も多いでしょうけどもよいしょ。コルセットもね、バンテリンのやつ巻いとったんですけどね、最初頃は、でも結局それもなんかもう邪魔くさくて、そして熱くて、なんか締め付けられてる感じがもううざったくて、2日ぐらいで外しました。あれも結構5000、5、6000したんですけどね、ダメですね。そう、まあ本当だましだましやっております、ステバック完了。さあしれっとね、いつものフォレオに来ましたけど、今日はもう買うものといえばね、水とか、水、そしてまあ私のお酒代わりのジュース、コーラとか、だいたいコーラね毎日1本買って帰ってます、コーラとかファンタを。そう、あと水ね、2リットルずつ買って帰ってます。はい、よし、じゃあ買い物行こうっと。お疲れさん。いやー、腰痛い。よいしょ。さあ、帰ってまいりました。あのね、ちょっと前に言ったんですけど、ベルファイアのこのキーレスの鍵のね、電池がもう残量が残りわずかですって出てたんで、電池買ってきました。ボタン電池。これ見えるかな？こういった形してるんですけど、これここ、ブシュッと引っこ抜くでしょう。あ、違うわ。ここ、ここになんか見える。ここ、プッシュ。ここ押すと、この先っぽ抜けるんですよ、これが。そう。こんな感じで。はい、抜けました。これを、この穴に刺してちょっと、こじったらパカッとね、鍵がパカッと開きます、こんな感じで。でここにボタン電池が入ってます、見える、ごめんね暗い中撮影してこんな感じで、はい、ボタン電池、これをまあ外して、よいしょ、んで、あれ、これ新しい電池、あったあった、これこれこれね、ちゃんと型番調べて、ダイソーでね、この間買ってました。これを入れるんじゃけど、ハサミがないね。ハサミが、なんかしら、この車電池ばっかりあるよ、ほら。ここにもなんかこんな電池があるし。俺の充電が切れた時にね、肛門から刺して使うんですよ。また肛門とか言っちゃっても、ね、お上品なチャンネルですよ。本当に。あ、開いた開いた。開いたよ。これまたね、ここへ入れときましょう。ね。どうせまた、電池すぐ見てるんで。で、これを、ね、ここへ新しいの、パチッとはめ込んで、で、この、カバーを、パチッと戻して、で、またこれを、ここへ、どっち向きだこれ、こうか、あれ、あ、こうじゃ、ここじゃ、ここじゃ、はいね、これで、はい、これで開きません、これで鍵交換完了です、ごめんなさいね暗い中やって、はい、よいしょ、じゃあまあ鍵交換も
終わったところで本日は退散いたします。はい、じゃあ皆さん引き続きお体ご自愛ください。ご視聴ありがとうございました。また明日。